濃厚万能です。困ったら、あ、濃厚、ね、濃厚って言えばいい。マジか、うん、もうそれ使えないじゃん。もう使えないです。ルイともうそれ使えなくなったけど大丈夫。まあすごい濃厚って言えないの。あ、こいつにも何も浮かんでないって言ってバレる。いや、メインのチキン食べたい。チキン食べようよ。チキン食べようよ。食べて。ポテトも好きなんだよな。はい。食べよう。振る舞ってる、振る舞ってる。スタッフに振る舞ってる。いや、みんなで食べ。じゃあポテトいただきます。食べよう。で、みんなで食べたら美味しいの。いや、食べてないじゃん。いいよ、もう。はい、別に。いいよ。大丈夫だよ。大丈夫、大丈夫。大丈夫。どうせ配信が続くから。はい。手拭けばいいから。わー楽しいこれ。で、ではチキン食べます。あ、皿。座ろう。座ろう座ろう。いいね、もう今日午前中以外いけるぞ。うん、いけそうな気がする。ね、サラダの、はい、フォークもいっぱいあるから。ちょっと俺もサラダもらいます。うん、サラダ食べて。では、チキン。ここは食べやすくて好き ね。これいいっすよね。ではいただきます。あークリスマス。うまい。うまいわ。なんかあんま普段ケンタッキー食べることなくないですか。あーでもそうかもね。うん、だって一人でね、あんまチキンそんな感じ行かないかも。サラダうまいね。体絞ってる時に行ってたかなぐらい。ああ肉食べに。あとでも今すごい並んでますね、やっぱね、ケンタッキー。あ、この時期ね、並んでる。ケンタッキーでバイトしてる人とか視聴者みたいなのかな。おお面白そう。いそうだけどね。めちゃめちゃ大変そうですね今でも。うまい。やばい、もう23分経ってる。マジ今日企画あのちゃんと調整できるから。いいですか。もうクリスマスなんで。ほんとただただ食べてるだけになっちゃうんで。美味しい、すごい美味しい。あ、本さん言ってる、今日ケンタッキーすごい行列だったって。そう、すごい行列だった。あ、うまっ。手がギットギトになる感じ。ケンタッキーだ。うっさんっていう人が、肉屋さんの子がすっごい忙しいって言ってました。確かにね、お肉屋さんは繁盛しますよね。すごいと思う、うん、まあ、クリスマスイブイブですから。イブイブ。ケンタッキーの CM 来そうって言ってますね。いいですね、CM、ケンタッキーの CM。 あ、あと、これ急に止まるんだね。はい。でもなんか、今年ケンタッキーじゃない、あのクリスマスの雰囲気少なくないですか、うん、あ、でもそれはね、結構みんな言ってた、俺もそう思う。なんか全然、12月とか入ったのに、うん、うわ、クリスマスだーっていう感じが全然なかった。あるよね、そういう感じで。なんか曲も全然聴かないし、うん、意外と、でも、ありがとうございます。なんか、クリスマス感が意外と少ない。なんなら、ハロウィンの方がなんか、盛り上がってた。うん。やばいね、負けるね。負けますね、ハロウィンの方が人気になっちゃうっていう。うん。はい、行きますか。食べながら言いましょう。はい、チキンの下にね、台本がね。まずはじゃあ最初のコーナー行きますか。時間も時間なんで。チキン、はい、みんなで食べましょう。チキンを取っていただいて、それでは行ってもらいます。はい、まずはおなじみのこちらのコーナーからです。なしてさのコーナー、イエイ。チキンを片手に持ってるからここで叩くっていう千葉さん。
ちょっとね、我慢できなくて食べました。食べましょう、食べましょ う。はい、これのコーナー、みんなも食べな、みんなも食べな、食べましょう。クリスマスなんで、みなせいさんのコーナーです。まあ毎回やらせていただきます。日常生活の中でなぜさと思うことを皆さんと共感したいと。そして今回もありますね、すごいいいなしてさをくれた方には銀のエンゼル糸、そして本当にすげえ、なんでそこを思いついたのっていうぐらいのなしてさをくださった方には金のエンゼル糸を差し上げます。で、金のエンゼル糸は一発で何かいいことを与えます。ただ出るのはなかなか難しいです。で、銀のエンゼル糸は3つで何かしらいいことがありますので、で、こちらはですね、取った方は自ら覚えておいてくださいというシステムです。自己申告制です。はい、お願いします。ではね、早速いきましょう。リオンアットマークひーちゃんの誕生日さん、はい、スマートフォンの略し方になしてさです。なんでスマートフォンなのにスマホなんでしょうか、謎です。そしてこれもう一人の方いたんです。かっこし、かっこ閉じ、びっくりマークさん、スマホはスマートフォンの略なのになんでスマホじゃないんですかねっていう、これはですね、僕も思っていたのでブログにも一度書いております。なので僕と同じブログの書いてあげたことを送ってきたのでなしでございます。続きましてですね、ちゃんと読んで読んでください。はい、厳しめですいません。続いて、チョコニャピッピアットマーク防塵なんていないさん、ちょっと服を手に取っただけでいちいち話しかけてくるショップの店員さん、うん、私は私のペースで見るし、うん、用があったら私から聞くから、しかもお店の入り口の方にあるものを見ようとしたらありがとうございましたと言われました。見ずに出てきました。買い物の邪魔する店員さんなしてさ。まあなしてさというか、まあありますけどね。ありますね。買い物しに行ってて、僕もあまり話しかけてもらいたくないタイプなんですけど、なんかそれであまり服を買わずに行かなくなりましたね。あ、それが嫌で服買いに行かない。なんか入って行って見てるだけで、なんかまた出てくるのに、なんか話しかけられて買わないですいませんみたいになってしまうのが気まずすぎるし、この間もありましたね、なんか服を見に行って、でしかも時間がそんななかったんですよ、劇場かなんか入る前で。その時も見に行ったらすごい話しかけてきて、でもこれもカバン欲しくないけどすごいカバンを勧められて、でもこういうカバン持ってますねっつったら、次なんかメガネコーナーとかすごい連れてかれて、なんかああいう時なんか変な汗かいて断りながらも、で、ああなんか欲しいのないですねって言ったら普通に服を勧められ、ね、なんか徐々に距離を離していってスッていなくなるっていう、どうしようもないじゃないですか、気まずいですよね。なんかね、もうちょっとそっとしてほしいね。それでみんなネットで服買い始めちゃうんだよ。確かに、でも向こうも商売ですもんね。まあね、話しかけてくるのは確かに気まずいんですよね、さも出るのが。まあこれはなしてさというか、僕もあることですね。続いてミックスさん、はい、学校の自販機のホット飲料の表示に温かい、温かい、温かいの計3種類あります。この飲まし棒でさえ謎なのに、ホット飲料ということを伝えるためだけにそんなにレパートリー必要でしょうか。温かい、温かい、温かいの3種類ある。あるんすか。それはすごいね。うん、もう見たことないや、てかあんまちゃんと見てないからかな。でもぬるいもあるって言いますよね。え、ほんと。うん、マジ。なんかあるって聞きます。うちのスタッフみんな首かしげてるし。ないのかな、じゃあ。あるのかな。うん、あるって聞きますね。へえ。へえですね、これ。温かい、温かい、温かい。あれば僕もぜひ探したいなと思います。はい、続きましてリンさん、電車なのにワンマンカー。ほう、電車なのにワンマンカー、ワンマントレインですか。トレインとかですよね。まあ確か言われればそうですよね。電車なのにワンマンカー、あー面白いけどな。はい、続いてミサトアットマーク銀のエンゼルイト、